こんにちは。こんにちは。本格的なパスタを食べて、待ってました。前回ゆいちゃんにはこちらの車を洗車していただきまして、だいぶピカピカになりました。今回なんかすごいやる気だね。そうなんですよ。ね、超やる気出してきました。ちょっとでかい感じするけど。クマさんみたいな。はい、それならもうとりあえず汚れてる。もう頑張ります。今回ゆいちゃんがカスタムする車なんですが、なんと東京オートサロン2022に展示することが決まりました。すごーい。すごいですね。これ頑張るしかないですね。はい、頑張っていきましょう。お願いします。こちらがシートになりますね。で今回はこのリクライニングタイプのものでブリット製のものになります。でその横に並んでいるのがシートレールですね。シートとレールを、車に固定するものになります。でこちらがストラットバーになりまして、車体の、このサスペンションの上をつなげて剛性を上げるものになります。でその前にあるのがペダルとシフトノブになります。今回はほとんどボルトオンでついてしまうんで、はい、まあかなりライトなメニューになります。こちらをかぶっていただきます。お願いします。恒例なんですね。でもなんかちっちゃくなった。かわいい。こちらの部品になるんですけども、まずは車のサスペンションとサスペンションの上をつないで車の剛性を上げる部品になります。ファッション的な意味合いも強くなってくるんで、まあ、ここが光ってたらエンジンルーム結構かっこよくなるじゃないですか。まあ、エンジンルームが少し汚いんで、ちょっとただ少し掃除してきれいにしていきましょう。はい、はい、グローブはめてもいいですか。これさせていただきます。まあ大体綺麗になってきたんで、それでは取り付けに移りたいと思うんですけども、はい、まずここのナットを3箇所の6箇所外していくことになります、はい、でこちらが工具になりまして、ここについているのが12mm、 12mm ですね。 12mm で止まってるんで、はい、これで外していくことになります、はい、この工具が結局、はい、フェンダーとか、うん、まあ、バンパーとかに当たってしまうと傷がついてしまいます、はい、なので養生で、はい、こう保護していきます。基本はやっぱり車に傷つけちゃって意味がないので、はい、もう一回チャレンジしてみましょう。まあ簡単に本当に誰でもできるんで、養生はもう本当に必須ですね。バッチリです。基本的に工具は垂直に使っていくものなんですよ。時計の反対回りですね、はい、左回転で回していく感じです。こうやって持ってこうやってこうやってやっていきます。で、まあ、ある程度緩んだらそのままこれ手でももう回っちゃうんで。なるほど。はい、はい、バッチリです。バッチリです。で、あんまりねバンってやっちゃうと車の中でポンって行っちゃったりするんで、最後は本当優しく回さないとダメです。よし、はい、じゃあ持ってもらってこのまま上に、軽いんでめちゃくちゃ、でこれがそのまま上にカチャンって入るだけです。はい、はい、そしたらさっき外した順番からつけていきましょう。忘れないためにもそんな感じですね。で一回仮合わせするんですよ、先に外す、つけるときは、はい、なのでこの3本のネジを手でつけちゃいましょう。はい、はい、してきました。はい、あ、バッチリ閉まってます。はい、よかった。大丈夫と思います。ちゃんと閉まってます。よかったです。はい、はい、じゃあおしまいです。ありがとうございます。かっこよくなりました。かっこよくなりましたよね。ピカピカに光ってて。ピカピカになりました。これだけでもだいぶ変わり映えすると思います。キャベツさんもつけたの？自分もつけてます。お、はい、続いてはシートの取り付けとシフトノブとアクセルペダルの取り付けになります。はい、
ートに関してはここがこういうふうに包まれていることによって腰がしっかりと支えられて運転中の疲れの軽減にもなってくると思います。で今回はリクライニングタイプなんで、はい、ある程度はゆったりしてるタイプなんですけど、まあ、見た目もやっぱりかっこよくなるんで、ペダルも交換するっていうことなんで、はい、シートを取り外したら少し室内広くなるので、はい、シート外してペダルをつけて、ペダルをつけたらシートを戻しましょう。なるほど。まずここにあるネジを4本外していきます。はい、前側と後ろ側、よく見てもらって中にあります。はい、で後ろからいきましょう。ここから、はい、ある程度読んだらまた手で回してもらって大丈夫です。すごい、これガチャンって取れるんですよ。はい、これ手で回してみるのも一つの手です。なるほど、はい、やりやすい。はい、もう多分取れたかな。取れました。はい、なるべく上をね、押さえてやった方がいい。こうです。そうです。あ、完璧です。よし、コツを覚えてきましたね。はい、よし、取れた。はい、はい、こんな感じです。集中すると黙っちゃうシートってこうやってついてたんですね。初めてでびっくりしますよね。はい、よし。であとシートを今から外に出す作業です。はい、はい、頭を押さえします。はい、出したら、こっちの頭、はい、こっちの頭シートの頭です。で、そのまま上に上げます。はい、せーの、よいしょ。もう出します。はい、重いですよね。頑張れ。はい、重たいですね。持ちます。はい、一緒にいきましょう。せーの。これがどのくらい軽くなるかっていうのも見ものですね。はい、はい、で、これが最終的にこっちになるということで、こっちになる。はい、アクセルペダルの取り付けに移りたいと思います。でまず出しっていう作業が必要で、はい、はい、グローブ取ってやっちゃう。はい、細かい作業になります。はい、取りました。ここはあ、たまった。上がりました。完璧です。すごい、ちっちゃいですよね。全然不便ですけど、髪留めできました。はい、ここはもうこういう形で使えるので、はい、めっちゃ難しいですね。めっちゃ難しいですよね。はい、それをじゃあ4箇所やっていきましょう。はい、こんなカチャカチャしていいんですか。全然でした。全然でした。バッチリですね。バッチリです。はい、はい、綺麗になりました。シフトノブ交換していきましょう。はい、こんな簡単だったんだ。そう、純正シフトノブ取れましたね。取れました。こちらになります。なんて簡単。ぴったりの位置になるように締めましょう。もう少しかな。まで、うん、はい、いい感じです。じゃあ早速最後のシート取り付け。はい、あ、でも、はい、持ち、ここまで持てるのすごくないですか。すごいです、すごいです。持てなかった。はい、純正のシートよりも軽くなるっていうところも利点ですね。利点。はい、これ持ってもらって、ハンドルを下にくぐって頭入れて、こうですね。あの位置合いました。合いました。よし、はい、はい、そしたら前にシート出します。はい、ます、はい、はい、そしたら最後本締めになりますので、はい、そのまま手で締められるところまで締めていきましょう。はい、こんなもんで、はい、確認します。はい、バッチリです。よし、下げますか。下げ、はい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 、それで締めていきましょう。覚えましたね。はい。
もうちょっと。よし。はい、最後確認します。はい、バッチリ閉まってます。はい、完成した。完成しましたね。やったー、はい、座っていいですか？どう？とってもいいし、このリクライニングいいですね。普通のシートメーカーとかだと、はい、リクライニングレバー式じゃなくてダイヤル式になってたりしたりするんで、比較的女性でも引きやすいですよね。なおかつホールドも良くて、はい、乗り降りもしやすい。しやすいです。ユーロスターって、はい、アームレストそこにオプションで付けられるんですよ。あ、そうなんだ。肘をかけられる、運転の疲労を軽減できる、はい、滑らか、大丈夫ですね、持ち手が、うん、やりやすいです。なんかね、面積が大きくなったから踏みやすくなりました、ペダル。ヒーランです前に来た感があります。ありますよね、ペダルがやっぱり、はい、完成です。完成しました。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変だった。ちょっと舐めてました。だいぶ精査あると思います。ありがとうございます。はい、次回お楽しみということで。楽しみにしてます、はい。チャンネル登録か高評価、いいのよろしくお願いします。バイバーイ。第2回目、今日のキーワードは、せーの。ブー。